はい、こんにちは。大阪公立大学、あれですね、大阪市立大学と大阪府立大学が合体してできた大学ですね。で、7の80乗の下5桁と。下1桁だったら、まあ、7だったら4つで循環しますか。7、7、7、9、7、63、9、27、7、3、21で、まあ4つで、1桁だったら簡単なんですけど、下5桁となったら、やっぱり、まあ、10の倍数プラスマイナス1のなんとか乗の格好してないとちょっときついかなと。で、まあ5桁でもなればやっぱり100の倍数ぐらいまでやっぱ欲しいかなという感じですよね。なんで、まあ7のままじゃちょっと話進みづらいんで、まあちょっと2乗ぐらいしてあげれば49。49でこれでもう一応このお望みの格好にはなりますけど、で、結局これが7の2乗だから求めたいのは 50-1 の、もうすでに2乗してるから40乗。でもまあここがマイナスなのがちょっとやっぱりあんまりありがたくない。まあそれでもこれでも出なくはないですけどね。まあさっき上の方はもう関係なくてマイナス1の40乗プラス1で、その前がコンビネーション41の50で、マイナス1のやっぱり奇数乗っていうあたりがあんまりありがたくない、ありがたくないですね。で、しかもこれだけだと、ここって、結局これ 40×50×-1 なんで、マイナス200、2000、4520、マイナス2000。だと、ちょっと、123、で、しかも引き算だし、まあこの1個先も必要になってくる。で、まあ、この1個先出せばいいんですけど、せっかくだからこれさらに偶数乗なんで2乗をしてあげれば 50-1 の2乗の20乗にしてあげればもう少し目安になるんですけど、ね、50-1 の2乗は、2500-100で100の倍数になるんで、しかもプラス1だしということで、これは2400足す1の20乗。これだったら、最後がもう、プラスなんで1の20乗、1。で、その手前もコンビネーション21で2400。でも1はもう、プラスだから関係ないと。で、その1個手前がコンビネーション20の2の2400の2乗。なんで、これはもう、もはや、まあ計算してみれば分かりますけど、20×19÷2 が10の倍数。で、なんで、10×19×2400 の2乗だから24の2乗を100の2乗なんで、これは0が12345個並ぶんで、12345個並ぶんで、もはや下5桁にはこっから先は影響しないと。ということは、この最後の2個だけ計算すればいいと。いうことで、これは 20×2400 足す1。ってことは、48001。で、12345だということで、これが答えとなります。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾。第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。